はい、どうもこんにちは。ようこそダンススタジオタートルチャンネルへ。ということで、いやー、ムシムシしてきました。近頃でございますが、気持ちをね、そのうーっとなった気持ちを吹っ飛ばすストックですね。スキーのストック、スキーに行ってみようみたいな感じのストックを今日やってみたいと思います。はい、ということで、ストックでございますね。まあ、冒頭でもお伝えしました通り、私をスキーに連れてってというやつでございます。スキーに行ってこうストックで、ね、スキーやってるみたいに、踊りましょうというやつでございます。はい、ということで、まあ、スキーは僕ね、あのスキー検定みたいな、確かね、小学校ぐらいの時に中学校だったかな、なんかこう受けてみ ましてね、3級かな、何の自慢にもならない3級とですが、あの特にあの検定スキーが上手い人はこのストックが上手いわけではないと思いますが、要点はね、やっぱり人間模写シリーズですから、あのイメージはしっかり持ってもらった方がいいんですが、スキーだな、スキーの感じだねっていうのは思ってもらって、あの僕はこうボーゲンが、ね、得意だったんですけれども、ボーゲンはあんまり入ってきません今回ですね。パラレルですね。はい。あの、ステムターンではありません。はい。パラレルでございます。こういう感じですね。パラレルっていうのは、こう、平行にこうしてますよね、板をね。揃えてるというところが、まず一つ目のポイントになってくるのかなと思いますね。で、ストックというぐらいですから、こういうふうに、上をね、こうストックを使うような感じで、やらなきゃいけないように、こう、振りますよね。くっとね、差し込んで、ぐっ、みたいな、差し込むみたいなね、とか、当てる、当てる。当てるみたいな、ね、感じのイメージですよね。だから、まあ、これも持ってるイメージがあった方がいいと思いますね。ストックね。はい。あとね、やっぱキュッとこう曲がったりするときに、エッジを利かしなさいって習うと思うんですよね。スキーしてある方は分かるんですけど、ちょっとこう、内側とこう内側、外側ですね。外側、キュ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 みたいな、キュ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 みたいな、こういうふうにエッジがね、ちょっと利かしてやってもらったりすると、やっぱスキー感が出やすいんじゃないのかなと。思います。これもうただ座ってやってますけど、本当にこんな感じです。はい。で、難しいね、こういうなんかストックとかもあるんですけど、今日はシンプルなののストックをあのレクチャーしたいと思いますので、ぜひご一緒にやっていきましょうということで、ストックでございます。はい、ということで、ストックやっていきたいと思います。まあ、先ほど言ったみたいにね、こういうふうにしっかり平行に足を並べてくださいね。はい。で、お膝を使います。まあ、基本はダウンですね。こういう感じでダウン、ダウン、ダウン、ダウンというふうになります。で、まあ、ゲレンデをね、こういうふうにしてね、さっそうと組む人もいますけど、こうは、まあ、やってもいいと思いますけど、基本はやりません。あの、基本的には、この、こっちを目指したいんで、上半身を起こしていることが多いですよね。で、こういうふうに、ちょっとかかとで、こういうふうに動かしてもらったりして、ヒールズですね。先日教えたこともあります。ヒールズ。この感じで、ちょっとこういうふうに、ちょっと膝を曲げてもらって、揃えるだけです。はい。はい。ハッスルのやつに比べたら簡単だと思いますよ。かかとにしっかりつけてもらって、こういう感じで、まあ、こういうふうに、ね、横に動く人もいますし、はい。パラレル揃えることが大事ですね。まあ、踊りなんかちょっとずれてももちろんいいですから、ね、意識だけ持っときゃいいんでね。で、あとはストック。
ほ、はい、し、せ、へい、で、でございますね。はい、ということでですね、上半身と下半身、バランスをしっかり変えてやってみてくださいね。手はリラックスして全然いいですよ。いけそうですよね。さあ、早速、じゃあ曲でいってみましょう。お疲れ様でした。ありがとう。ストップです。